のお話。宇宙飛行士に選ばれたママはパパと一緒にアメリカに行っちゃった。西園寺さん家にミーを預けるわ。バイバイ。で、西園寺さんに来てみると、俺そんなこと聞いてねえぞ。おじさんはインドへ修行に出発。バイバイ。ここへ飛び込んできたのは UFO。 中から宇宙人のルー君とベビーシッターペットのワンニャ。今はで暮らしてるの。今日もいいお天気で。いやどうもどうも。ルー君とワンニャンがいないみたいだよ。帰ったんじゃないの？オットセイに。帰れないから置いてくれって言ってたのに。わかった、その辺を探してみよう。行けよ。早く起きなさいよ。着替えたいんですけど。バカ。よっこらしょ。よっこらし。ルー、どこだ？ワンニャ。ルー。ワンニャ。どこ行っちゃったのかな。まったく、あいつらと来たら。うわぁ、ちょっと降りろ、ワンニャ。危ないよ。あ、おはようございます。キャー。とにかくいいから、早く降りて。もう少しですよ、おじいさん。お周りの人たち。まずい。お前、あの人たちの目をそらせ。でもどうすりゃいいの？裸踊りでもすれば。なるほど、裸踊りってできるわけないじゃないのよ。ついたついた。なんとかしなきゃ。よっこらしょ。おはようございます。広いところで体操するのは気持ちいいですね。1、2、これはこれは。ワンニャ、早く降りるんだよ。5、6、7、8、1、2、3、4、5っと。では皆さん、今日も一日お元気で。完璧に目が覚めた。で、屋根の上で何やってたんだ？はい、アンテナをお借りしてオットセイへ向け125回ほど通信テストを繰り返しましたが、反応はありませんでした。そうだったの。ここはあんまり人が来ないけど、たまにじいちゃんばあちゃんの団体が来ることがあるから、とにかく人目につかないように気をつけてくれよな。以後気をつけます。ご迷惑をおかけしてすいませんでした。ルーちゃま、ルーちゃまがいません。そうなの？部屋で寝てるんじゃないのか。ワンニャって本当に有能なの？あ、何これ。ルーの超能力だ。何の音？ルーちゃまのおむつ警報器の音です。いた。ルーちゃま、さ、おむつを変えましょう。こんにちは。あの声はみかんさん。誰それ？かなたくんいるんでしょ。ねえ、みかんさんって誰？後で説明するから。ワンニャ、とにかくルーを連れて隠れて。おっと、ミーは浮いてるもんを。で、脱げない。脱げた。早く早く。いいか、俺がいいって言うまで絶対ここから出るなよ。はい。かなたくん。あ、どうもいらっしゃい。はじめまして。かなたくんのいとこの光月美優です。西園寺さん家でお世話になっています。いとこ？あ、私山村みかん。一応漫画家。漫画家？ねえ、なんかいいネタない？ない。親父なら留守なんだけど。うん、知ってる。あっちで何やってたの？見せて。うわ、だだ
最近学校で流行ってるんです、赤ちゃんごっこ。うん、こっちはとっちらかってるから本堂へどうぞ。それじゃあ掃除や洗濯はかなたくんとみゆちゃんが交代でやってるんだ。そうそう、二人で交代。何も問題ありません。あの、そういうことなんで。そっか、二人で仲良く暮らしてるんだ。二人で仲良く？あ、おう。あ、ちょっと失礼します。だからワンニャンやルークーのこと隠すので必死だったけど、ここに私たち二人だけで住んでるってこともみかんさんに知られたらまずいんじゃない？確かに。残念でした。もう知ってます。え、インドに出発する日にさ、カナタくんの親父さんに会ったのよ。わしはこれからインドへ行くんじゃ、カナタのことを頼む。あー、インド、インドだって。初めからそう言ってくれれば。言ったら二人の本当の生活ぶりがわからないもの。そうですか。あの、知ってるのはそのことだけですか？え、他になんかあんの？ありません。なんだ、ないのか、つまらんね。じゃあ困ったことがあったらいつでも助けに来るからね、みゆちゃん。あ、ありがとう。また来るわ。さよなら。あ、下駄。え、あれ、寺の下駄。みかんさん、呼んでこようか？気づいたら戻ってくるだろ。あの人よく忘れて帰っちゃうんだよ。でもってちょっと目を離すと。これだわ。おかえりなさい。あ、みかんさんだ。はい、ただいま。私、靴忘れる人なんて初めて。西園寺くんとみゆちゃんって本当に同じ家に住んでるのね。今戸が開かなかった？そう。どうしよう、大変大変。何このピンポン。2年1組女子5名。なんで？知らない。とりあえずあいつらを引き止めろ。その間に俺が家の中を何とかするから。引き止めろってどうやって？知らん、お前の友達だろ。今赤ちゃんの声とかしなかった？そういえば。やっぱりみゆちゃんって可愛いよね。そう思わない？でもやばいよこれは。ごめんね、ちょっとバタバタしてて。ごめんなさいね、いきなり来てご迷惑だったかしら。うん。あ、ううん、そんなことないんだけど。よかった、転校してきたみゆちゃんの歓迎会開こうって私がみんなを誘ったの。はい。ありがとう。みゆちゃん、今日お家の方は？あの、かなたのお父さんは今留守で、かなたはうちにいるけど。西園寺くんいらっしゃるの？どうやって引き止めればいいのよ。裸踊りも嫌だけど。ルーと一緒にしばらくここにいてくれ。はい。お友達がいらっしゃるならミュウさんのお部屋を片付けた方が。ああ、とにかくお前たちが見つかると面倒なことになるからおとなしくしててくれ。お任せください、カナタさん。そうだわ、ここのお寺って境内が広いから見学でもしてみたらどうかな。このお寺何度も来てるもんね。初詣なんかでね。うんうん、よく知ってるよ。じゃあそういうことで。あ、でもみんなでお寺の鐘をついてみたりしたら楽しいかも。鐘つき？せっかくだけど。あ、やってみたい。え、私お寺の鐘って一度ついてみたかったの。私も。じゃあこっちに。鐘つくのってすっごく楽しいのよ。わあ、私もやってみたい。
なんだ、何始めやがったんだ。次は私。あーもう、あとでまたつけばいいじゃない。まあね。あれクリスちゃん、金つかないの？私はいいわ。それより、あの、何何？西園寺くんのお父様ってお留守が多いのかしら。いやいや、全然そんなことはないんだけどね。今日はたまたま遅くなるとかって。じゃあ今日はお家にミユちゃんと西園寺くんの二人だけ。ルー君とワンニャンのことは誰にも秘密なんだよね。そうそう、うちにいるのは私とカナタの二人だけ。他に誰もいないの。そうなの、二人だけ。おーい、あ、お寺の金を勝手につかないでください。サイヨンジ君。ありゃ、カナタ。あー、サイヨンジ君。大晦日じゃないんだぞ。こうするしかなかったの。それよりルー君たちは？とりあえず二人ともルーたちの部屋。それとこの間も言ったけど、クリスの前ではあんまり俺にくっつくな。え？女子たち、降りてこいよ。お茶にしようよ。じゃあ、俺はこれで。せっかくのミユちゃんの歓迎会するんですもの、大勢の方が楽しいでしょ。それとも何か用事があるの？いや別に。サイオンジ君のお家に入れるなんて、すごいよね、すごいよね。お土産はミユちゃんに渡してあるからね。食べて食べて、たらふく食べて。誰の歓迎会って言ってたっけ。お邪魔します。みんなが来るって分かってたら片付けといたんだけど、お部屋は純和風って感じで。わー、すごい。みゆちゃんってこんな趣味だったんだ。へえ、不思議いっぱいって感じ。なにこれ。そういえばさっきワンニャが部屋片付けるって言ってたぞ。これが片付けた？これってみゆちゃんの趣味？ねえ、これって噛みつくかな。これは何？あんにゃめ。とりあえずお茶の用意するからちょっと待っててね。あ、みゆ。サイオンジ君、みゆちゃんってなかなか素敵な趣味してるのね。私これなんか気に入ったわ。まあそれはそれとして、お料理やお掃除やお洗濯なんかはどなたがなさるの？あ、俺とみゆが交代で。あと親父も時々。そう、みゆちゃんと交代で、みゆちゃんと一緒にお掃除したり、みゆちゃんと一緒にお洗濯物を干したり、そして、やあ、このパンツかなたのとか、かなたの靴下くっさいとか。そういうことはない。あ、そう、ないのね。はぶね。ルーちゃんはダメですよ、写真は。おひゃ、かなたさんのお隣に写っているのは多分お父様。地球人にはいろんな顔があるもんです。あんにゃ、お友達はお帰りになったので。あんにゃ、私の部屋に何したのよ。あれはボタンを押すと実物大になるルーちゃまの特製ままごとセットです。いいですか。うわ、ミユさんのお部屋があまりにも散らかっていたものですから、片付けさせていただきました。どうもありがとう。どういたしまして。じゃあこのテレビは片付けておいて、それから私の部屋もね。え、おい、俺を人質にして主役が何やってんだよ。あ、忘れてた。でもクリスちゃんたちはカナタがいれば満足みたいだし。は？カナタもクリスちゃんのことを。ちょっと待った、お前なんかよからぬことを。クリスの前ではくっつくなって。いやいや、それはだな。あー、今はそんな話してる場合じゃないだろ。そうだった。ワンニャ、頼んだぞ。あの、実は、さあルーちゃま、飴ですよ。困りましたね、ミルクは底をつき、おむつ警報器が限界5分前のサインを出してしまいました。
おむつの替えもなく、有能なベビーシッターが聞いて呆れます。居候の身でありながら何から何までかなたさんやみゆさんに頼ってばかりではいけませんね。そうだ、良い機会です。そろそろおトイレの練習をしてみましょう。ついでにお台所で何か食べられるものを探しましょう。よかった、みゆちゃんと西園寺くん2人でいなくなっちゃうんだもん。ごめんね、紅茶に入れるミルクが切れてて、かなたに買いに行ってもらって。はい、紅茶入ったぞ。あ、はい。紅茶いる人は？西園寺くんとみゆちゃん、なんだか新婚さんみたい。もうクリスちゃんたら、ほらほら、ケーキ食べて、紅茶飲んで、おかわりしちゃって。なんだったら、もう一遍金ついちゃう。あ、そうか、クリスちゃんはまだ一回も金ついてなかったよね。静かなのもいいよね。え？今何か聞こえませんでした？別に。確かに聞こえましたわねえ。ええ、他にもどなたかいらっしゃるの？ああ、親父かな。それではご挨拶しなくては。え、あ、ちょっと待って、花子町。お？何これ、浮いてる。あの何時休憩？今流行のロボットタイプのペットなの。え、ロボット？ママの関係で NASA が開発した空飛ぶロボットの試作品をモニターしてるの。あんにゃねえ、かわいいでしょ。その赤ちゃんもロボットなの？この子は私の弟のルー君です。こんな小さい弟がいたんだ。かわいい。抱っこさせて。女子は怖い。サイオンジ君、どうしたの？俺、こいつを見ると無性にタックルしたくなるんだ。ルーちゃんもタックルする？ベッドはでっかくて羨ましいなーなんて。西園寺くんって学校では無口でクールだけど、うちでは明るくて面白いんだね。お邪魔しました。今日は突然でごめんなさいね。うん、うん、歓迎会ありがとう。また明日ね、クリスちゃん。ルーくんもお姉ちゃんと仲良くね。キャーママパパ、何言ってるの？ルー君、私はお姉ちゃんでしょ。パパとママはアメリカだぞ、ルー。ママ、パパ。やっぱり私の睨んだ通り、二人はできてたのね。いとこ同士の二人は小さい頃からいつも仲良しで、いつの間にかお互いを意識し始めて、小6の頃にみゆちゃんから告白。カナタ君も気持ちは同じで二人は両思い。それを知った仲のいい親同士は、そういうことならこの際に同居させて、18になったら即結婚。みんなには大事な可愛い赤ちゃんまでできて、結局ここは愛の子だったのね。待って、早まそう。ゆうちゃん、カナタ、お友達かね？お、親父。どうしておじさんが？一体どうしたんじゃ。ルー君が私たちのことパパとママなんて言うから、友達がちょっと誤解して。ルー君は犬や猫を見てもパパママなんじゃよ。犬や猫を見ても、私恥ずかしい、本当にごめんなさい。じゃあ私たちも。また明日。クリスちゃん、終わった。そういえばおじさん、いつ帰って。もしかして、ワニャワニャ。お父様の写真を見つけたので、ちょっと変身してみました。
助かったよ、ワンニャ。ありがとう。お役に立ててよかった。でも、クリスちゃんってすごいのね。あいつは今年のバレンタインに。サイオンジ君にチョコが渡せない。もしこのままチョコを渡せずに、この子たち全員とサイオンジ君が付き合ったりしたら、まあ、後で自分で元通りにしてたけどね。あんたは一緒に住んでるんだから、忠告しとかないと危ないだろ。私のこと心配して。一緒に住んでるから。こんな状態ってみんなから見たらやっぱり特別なんだよね、きっと。やだ、何あんなやつ意識してんのよ。ぐへへ。あ、今度は誰だ。なんか怖いから二人で出ようよ。どちら様でしょう。ご注文いただいた紙おむつと粉ミルクです。こちらに認めの声をお願いします。おむつとミルク。はい、どうも。はい、どう。いや、よかったよかった。今朝通販で商品を注文したんです。おお、どない性印の粉ミルクとおむつ。これでしばらく安心です。すごい。バンニャーの育児日記、オットセイ歴 3408D-11。 テスト通信まあ成功。オットセイではなく都内製でしたが、宅配便が届く。間もなく救助も訪れることでしょう。お客様が多く賑やかな一日。ルーちゃまもミュー様の弟ということで楽しく遊んでいただいた。いろいろ家事もこなさないとね。あ、でもいつもはワーニャーに全部任せきりってわけでもないんだよ。カナタも一緒に頑張ろうとか言っておきながら、あいつったらさっさとどっか行っちゃうし、私もあやちゃんたちに誘われて、へへへ。わー、私のネックレスがない。次回のダーダーダーはモモカとネックレス。モモカちゃんって誰？